不良家族事件の第一報を報じた東京朝日新聞不良家族事件は1933年に発覚した家族の恋愛、不倫事件、ダンスホール事件とも呼ばれる。これは上流社会に属する女性らが関わる性的なスキャンダルとして主要新聞に報じられ、登場人物には白爵夫人や大病院の院長夫人なども、 含まれていたことで当時広く世間の務区を集めた。この事件は1933年11月13日に赤坂ため池町で開業していた東京屈指の豪華な内装を誇るフロリダダンスホールの主任教師が警視庁に検挙されたことに始まる。東京朝日新聞は同年11月15日付の長官でこの事件を報じた。長官が報じるところによると主任教師は 日本一の高男子と自称して、女優やダンサー、両家の娘、勇敢マダムなど多くの女性と関係を持っていたといい、新聞記事の中で、主任教師は、四季間とまで呼ばれている。当時は貫通罪が存在した時代であり、主任教師の行為は謙虚の対象となり得たのである。警視庁の取り調べの中で、主任教師は、自分に女性客を紹介したのは、歌人の伯爵。 吉井いの妻、徳子であることを辞業した。徳子は愛人であった、主任教師の愛情と関心をつなぎ止めるために、友人の勇敢マダムを、次々と貫通相手として、彼に圧戦していた。そして、事件発覚後は身を隠していたが、警視庁は徳子を探し出し、取り調べを行った。徳子は、白爵柳原義光の娘であり、義光のおばには、 明治天皇の側室で、大正天皇の聖母である、柳原愛子がいる。吉光の父で愛子の兄の柳原咲光は、中路講師や数密古問官などを歴任している。また、吉光の妹に、歌人の柳原美白蓮がおり、1921年には、白蓮が愛人と失踪する、白蓮事件を起こしている。そのような経緯もあり、徳子が警察の取り調べを受けたことは、 世間の注目を集めたのである。徳子が、吉井勇と結婚したのは1921年、徳子22歳、悠36歳の時だったが、同じ伯爵家同士の結婚とはいえ、徳子の実家の柳原家は、同情家族、吉井家は新家族である。そのためか、勇は、徳子とは距離を置いており、そのことが影響して徳子は、遊び癖がついてしまう。それ以外の原因として、 吉井も自由奔放な遊び人であり、すでに夫婦関係は崩壊していたこともある。そして、徳子が事件に関与しているとわかり、世間が後期の目で見ている時でさえ、当時の上流階級の中には、徳子の素行から事件を意外には感じなかった者も,もいた。徳子は、警視庁の留置場に一晩留置された後、実家の柳原家に返され、貫通罪では起訴されることはなかった。 徳子の遊び仲間としては、家人、斉藤も吉の妻、テール子や近藤を連平男爵の次男、レン・オサムとその妻、ヤス子などがおり、木戸孝一の木戸日記11月22日には、区内省経営局工具警察部が宮内省、捜査と資料総裁の木戸に対して、調査報告を行った記述があり、その報告によれば徳子は1931年8月中旬により、 近藤蓮次と関係を持っていたという、斉藤テル子はこの事件の結果、夫と長期にわたって別居することになる。また、この事件に関連して、小説家の久米正親里みトンなどが、花札賭博会長の角で検挙されている。吉井徳子1947年徳子は刑事罰を受けなかったものの、宮内省は事件に関係した家族を処分する意向で、 1933年12月17日には、徳子の夫の吉井里が隠居する意向を表明している。家族に対する処分を決める捜査と資料審議会は、同年12月21日に開かれ、審議の結果、徳子に対しては、礼遇停止、近藤蓮次、安子夫妻に対しては、家族の身分を剥奪する、除足、徳子の夫の吉井里伯爵と、 近藤蓮寺の兄の近藤茂や男爵に対しては、監督責任を問い、訓戒とする処分が決まった。なお、徳子の事件が発覚する。少し前、徳子の父の柳原義光白爵が、男爵相手の審判の元役者の男に、出切れ金を脅し取られる事件が発覚している。白蓮と徳子に加えて、自身にもスキャンダルが発覚したことで、義光への処分も、 新聞では取り沙汰されていたが、審議会では処分の対象として、議論にすらならなかった。新聞記者たちは、吉光の自宅にまで押しかけて、身体を追求したが、吉光は隠居も、借位返上もしなかった。皇室に近い柳原家への配慮が働いた結果、過断な処分に期待した国民を一層失望させることとなった。この事件後、徳子は、イサムと別居し、離婚した。 イザムは後に別の女性と京都で生活することになる。おばの白蓮は事件発覚前に徳子にダンスホールに行くのをやめるよう説教し、子供のためにも離婚に及ばないよう世話をしていたが、騒ぎとなって新聞取材を受け、名がこのような問題を起こし、おばとして恥じる次第です。と頭を下げている。徳子の所業を擁護こそしなかったものの、柳原家で四面楚歌であった。 特子の唯一の味方であった。ありがとうございます。